はい、どうも年貢シューターと申します。今回も長久劉備反董卓連合続きをやってまいります。しかしですね、董卓が殺されてしまいまして、反董卓連合という目的自体がなくなってしまいました。さてさて、これどうしましょう。私、動画のタイトルになっちゃってるんですけど、まあ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 いいとしましょう。現在でございますね、孫権と結んでおります同盟。孫権よく見たら6都市も持ってるんですね。あと10ヶ月でございますね。この孫権との同盟を利用してですね、私たち進んでいかねばなりません。しかしですね、今の状態群雄割拠でございますね。さて、今回どうなっていくのか、今日も楽しんでゲームをやってまいりましょう。前回建安をですね、孫権に取られてしまいまして、しかしですね、負が結構ちらほらと残っていますので、ここをですね、確実に取っていこうと思います。また盧溝にですね、1万3000兵を送りましたというか、これから送りますそして盧溝からどこでしょうね、重臣、城南、甲賀とありますけども、そろそろですね、合わせて2万5000ぐらいになりますからね、侵略の準備をしていきたいところでございます。いや、難しいでしょう。まず盧溝からですね、周代出ました。こちらの歩取ってまいります。さてさて、次のターンぐらいで反応してくるかどうかですね。出ないですね。とりあえずこの歩までは取れそうですね。こっちに来ますけども、部隊情報、周代対攻撃、まあこれはですね、退却工作で引くでしょう。さあ、相手も1000とはいえ、無駄に兵数を減らしたくないものです。では行きましょう、今シリーズ初退却工作。心得た。酵素は引くかどうか、どうですか。あ、引きましたね。おおお、なんか見つけたぞ。来るかい。おお、来た。あ、なんだっけ、なんて読むんだっけ、タイインだっけ、タイ運だ。あれで運かよ。いやー、でもこれかなりのボンクラっすね。これ5の完了。このターンは電与の輸送ですね。今度はしっかり盧溝に入るかどうか。こんなものだ。さあ、じらしますね。じらしますね。あ、入りました。先方の人がじらして今度もダメかと思いましたよ。これで盧溝の兵数2万5000。これはなんかね、動きを見てチャンスがあったら攻め込むという体制を整えたいですね。さて、親善ですね。これで上がりますでしょうか。成功して、うん、親密までいかないか、親密まで上げときましょう。孫権はね、お、効果7300。これはどこに行くんだ。左に出た。うん、これはもしかして行幸、どこに、深夜か、これ義勇、あ、この歩を取りに行く。で、ちょっと城陽とかからも兵動かしてるんで、これこちらをご覧ください。これ深夜攻めるんじゃないですか、これ。うん、高陵からも動かしている。これは戦争になってるな。これは攻めるしかないですね、今ね。ちょっと士気が低いですけども、まあまあ、引き返せないとこまで構想を進ませて、張飛ですね、あと周代も戻すか。今デスゲート作り途中なんですけど、そんな場合じゃない、もうデスゲート作ってる場合じゃない。やりますか、今シリーズ初めての都市攻撃だ。行ってますね。食い込んでますね。戦車の人見つける。結構戦車溜まってきましたね。あれ、でも引いてるな。あれ、どこ行くんだこれ。あれあれ、どこかなそれ。ちょっと酵素の動きがわからない。まだ義勇って言ってる。これ向きこっちから、え、川から、ん、ちょっとわかんないな。察知されたかな。なんだろう、これ微妙だな。武力を攻めようとしてんのかな、これ、もしかして。
まあ、とにかくですね、高架から離れれば離れるほどいいですね。でこの輸送隊は金3000ですね。大丈夫ですね。兵数が増えるわけじゃない。で士気だいぶ上がりましたねこれね。で、あ、来てるんだ、張飛来てるんだ。いやこれもう行っちゃっていいかな。出陣、今行けるのが関羽張飛ロシクで兵器ですね。ロシク青蘭、伝与が眼光で、周隊あたりね、砲炎いいですね。これで、いやー4000オールぐらいでしょ。4000オールで残りが1万。いやそんなもんでしょう。これ以上出せないでしょう。蝶々がなんか襲ってきそうですね。それに合わせてデスゲートを作ったんですけど、まさかね間に合わないという。さあそれではまずこの歩ですね。ガク、ガクは後々これね結構中心の町になりますよね。さあ行ってみましょう。出陣します、出陣します。さあ周りの動きなしといったところ、6号から1万8000出ましたね。成功です。で戦車見つけましたね。本当戦車ちょっと、うん、入れよう、うん、これだけあったらねいいですね戦車ね。さて太陽ですね。神前上がるかな、大丈夫かな。よし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 、これで親密、よし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 、これで切れても大丈夫。酵素は今やっと義勇ですね。これは届かないでしょう。こちらをご覧ください。戻ってこれるかな。あれその前に深夜から敵が出てやられちゃうんじゃないか。ここでですね隣接消しですね、そろそろ出してまいります。安陸ですね。この安陸を消すために間に合うかな。集金を回します。いざ出陣です、出陣です。よし、額を取りましたね。お、どこが滅亡、こういう北海だ。誰だ北海取ったの。あ、刀剣だ、すげえ刀剣。こちらをご覧ください。それはなんかで見たことあるけど、刀剣って結構荒くれ者っていうなんかね説ありますよね。優しそうなおじいちゃんだけど。さてこのターンでですね2ヘックス外ですね。青蘭がどこまで来るか。青蘭もうちょいか。青蘭待ちですねこれは。お、出ましたね5000。誰が出るんだ。酵素はないとして、これ誰だ。成功です。牽制の書を見つけて、良好だ。戦車ぐらいしか持ってないですよ。しかも長打で出ちゃって艦攻撃らしいです。おっと来た、一騎打ちだ。艦撃隊良好、行ってまいりましょう。艦撃102、良好60、殺すぞこれは。この艦が相手になってよ。おっと出た、でかいぞ。なんかあいつセイントみたいな、なんかね胸にセイントつけてたよ。クロス、セイントじゃないクロス、マジ来い。おお、すごいフルスイング、フルスイング。お、ホームラン、ホームラン、よしよし、ホームラン2本出ましたね。おお、これでどうでしょう。うん、なんだ、うわーひどい。さらに軍心をかけていく、で連携だ。うわー一段切るかと思いきや超キモいくすごいわこれは。すごい。さあ行きましょう。怪我はしてないんだ、無事か。さあ張飛も爪痕を残すためにやってまいりました。バッチリ、これはねもうゼロゲージ。はい、こんなもんよ。これ打ち取れはんのかな。怪我してないとこからはないか、さすがにないか。200吸ってく、うん、これで効果は4700、これはいけますな。さて囲んでまいります。効果、牽制の書を見つけて、まず初っ端の軽い牽制の書でございますね。
うわ、結構溶けますか、大丈夫ですかこれ。眼光がちょっと心配。挑発かかりましたね。挑発は各所より報告です。誰にかかったかな。挑発持ってるのが関羽張飛。あ、関羽だ。関羽に全部行きますね、攻撃は。取りましたね、ここね、安里君。これでどうでしょう。お、劉備の魅力、これは幸せの靴だ。上がりましたね。で、なんか言ってるうちになんかもう効果720。ご報告いたします。で、なんか細胞とか見えますね。細胞7000がやってくるが、やってくる前に城は落ちますね。で、酵素が一生懸命戻ってくる。これも間に合わない。これ欲しいな、これ装置。これちょっとやらないか。これどうしたらこの輸送隊取れるんだろう、はい、いつの間にかこの輸送隊をハンティングするなんか趣味ができちゃったんですけどね。720から一気に落ちましたね。効果陥落。捕虜は、捕虜はあるかな。うん、捕虜捕らえた。あー、お前やないかい。来んのかい、これ来ないか。どうなんだいこれ。一応捕虜、これ身の代金も100しか、100じゃない、1000しかいかないよね。お、なんだこれは。なんだなんだこれ、この動きは。なんだ、孫権が動いたのは下降校。ああ、ここ狙ったんだ。なるほど、貪欲だな。おおお、来たぞこれ。行幸行幸。物資はどれだけ、物資は。ああ、いいね。金3900、兵糧13000。これはホイホイだ。で、甲冑が動きましたね。これはどこに行くというのか。深夜攻撃。わ、深夜が随分ね、鉄火場になっております。利弦が見えてる。深夜は演術。演術ね、憎いとこ取ってますね、なかなかね。縁、常用、そして深夜。これ人の数増やすには、これ滅亡させるしかないんですよね、どっかをね。演術あたりどうかな。それか甲冑か。でも甲冑を滅ぼすとですね、呂布じゃないや、曹操が隣接するんですよね。それがちょっとね、まあ嫌じゃないけど、強いんだものね。うん、強いのは嫌だな。あとは蝶々。まあでも効果取ったらもう深夜しかないんですよね。もう一方通行だもん。で、我々何気にですね、猛将乗れるんですよ。水軍レベル6ぐらいいってるんで、一応川でも負けないんですが。どうかな。高陵、常陽、永安、流氷攻め。それでも悪くはないですね。周りが孫権だからそんなに邪魔が入らない。ちょっとこれ悩みどころですね。またこれ機会を伺いながら進めてまいります。さてさて、お、やりましたね。捉えないか。しかしワープしたかな。ちょっと見ましょうか。多分所属都市にワープするんで増えましたね。金銭が地味に3900増えましたね。いや、気持ちがいいな、ほんと。で、ここはもうコースやられますね、利弦に。しかし大丈夫か、利弦攻められてるぞ。これどうなんだろう。深夜はこれで攻められて落ちないと思うんですよね、このぐらいだったら。となると深夜が瀕死になる。そこを狙うか。演術なんて悪人だし、やっぱ悪人をやっつけていかないと。世直しだ。世直しっていうあれだっけ、コンセプトでやってたっけ。まあまあいいか。で、深夜もいいんですけど、今見たらこれ呪春出ましたね。ジョナンですね。これ何ですかこれ。ジョナンが出たら呪春も出るみたいなね。弱い者たちが夕暮れ、さらに弱い者を叩くみたいな感じですよ。この法則にのっとっていくと、私たち呪春を攻めるべきですね、これね。呪春を攻めて、さらに高陵まで行けば蝶々を滅ぼせると言ったところ。蝶々を滅ぼすと武将現役9人か。9人少ないな。マジかい。
一方甲冑、甲冑14人じゃないか、こっちの方が美味しいじゃないか。いや、なんとか甲冑だなこれ。まずジョナンに食いつかせて、でこれどうなんだろう。あ、地味に分金とか、分金じゃない、賞金がいるのか。でも誰かしら出るんですよ、周宗がいる。周宗率は強い、相当持ってる。でこの山だからどうかな、山まで登らせて呪春を攻める。で地味にこれ5が2万溜まってますからね。で劉備が戻って、劉備が4200、これまた2万送っちゃっていいですね。ここ誰も攻めてこないんで、ロコに2万送ったら3万5千、2万5千は出せますもんね。ここもおそらく誰も攻められないんで、いけるなこれ。呪春ですね。死者が面会を望んでいます。劉表の死者、ああ彩花か、欲しいですか彩花。先ぽっちか、まあでもいいか、うん。なかなかね、彩花といえども下がらないでしょう。ん、同盟切れたか。ご報告いたします。同盟切れの輸送ってね、危ないんでね。あ、ギリギリだこれ。領内入ってるとあれですよ、大変なことになるんですよ。危なかった。さて同盟だ、親密だからいけるでしょ。うん、ロシクが行くって言ってんだ俺、大丈夫だろうこれ。しかと引き受けました。ロシクが行くって言ってんだ、大丈夫だこれ。あとちょっと刀剣結んどいた方がいいかな。いや曹操も結びたいんだけどね、悪人だから曹操はやりたくないな。曹操と刀剣だな。親善で今刀剣の関係は平城。よし、やるとしましょう。刻んでいきましょう。さてさて、長長軍ですね、ジョナンに近づいております。うん、しかし一部隊なんかね、平坦切れ起きてるけども。でロシクが頼むよこれ、孫権頼むよこれ、大丈夫。よし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 、やっぱ親密は固いな。うん、お、ソフィだ、ソフィ、よし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 、いいぞいいぞいいぞ。効果で発見、ソフィでした。これ観念もそろそろ来るんじゃないか、これ観念。深夜から3000、これはおおおお、いやこっち来るぞこれ。いやいやいや、まさか。あ、部員か、建物攻撃、え、建物攻撃で精乱出しちゃってるけど、ありなのこれ。うん、分からんな。さて劉備、刀剣顔でっかいなこれ。チンケがあろうと刀剣顔でっかいな、これドアップじゃないの、でっかいじいちゃん。よしよしよし、受け取って、上がらないか、さすがに上がらないか。おっと、十瞬3000出ましたね。ここ取ったのバレちゃったか。あ、やっぱ来ますかね。ん、甲冑からの使者、なんですかこれは。贈り物、ありがとう、ついに我々贈り物をもらう立場になった。うん、悪くない。しかし甲冑勝てそうですね、蝶々にね。蝶々は無駄に兵を失った。さて呪春へ向けて先発出してみます。ちょっと士気が低いからね、嫌なんですけども。関羽張飛、伝用も出しちゃうか。いや周体か、周体が本営なんで、周体本営にして関羽張飛ですね。いやちょっと静射つけさせよう。これで関羽張飛に拠点攻撃ができるというもの。うん、伝用も出しちゃうか。おそらくですね、合肥の辺りで一回戦いになるんじゃないかと私はね踏んでおります。よし、結構な大部隊作れるようになりましたね。あの平原でピーピー言ってた私たちがね、結構な大部隊ですよこれは。何回も言いますけど、さあどうしようかな。弓矢倉を作るか一回。うん、合肥から行って、関羽出陣する、出陣しる。十瞬無反応ですね。またじゃあ負を荒らしに行きましょう。この両面で荒らすことによって
どう出るのかいといったところ。さて、ロシク青鸞五千を出しました。十瞬無反応。さすがに大軍を目の前にすると死者が到着しました。無反応になってしまう。おっと、またお金遅れに来た。いいぞいいぞ、いいサイクルだ。いいですね、たまりませんね、後で攻めるのに。うん、まだ十瞬が動かない。これは負が取り放題ですね。死者が到着しました。おお、すごいな、ヘビーローテーション、もうすごいね。お金をばらまいてばらまいて。お、ちょっと下がってるじゃないか。もっと5000円ぐらいポンとよこさないか。まあいいだろう。まだ出ない。これあれですね、これ囲むまで出ないですね。そして愚本神前でございますね。これで親密まで行くかな。よしよしよし、受け取って、あ、親密、これで同盟いけるんじゃないですかね。とりあえず結びたい。配置がだいたい済んできましたね。ここで一旦ちょっと様子見しないと、出てきちゃうやつですよねこれね。各所より報告です。出てくんのかい。出てくるでしょ。お、出てきた。6500。誰が出る。うん、あれは誰だ。わかんない、あいつは誰だ。え、旅隊だ、旅隊、旅隊、旅隊、大したことないですね。いや、あるな、行軍防御戦行ってますね。やっぱり隣接効果、ここはまた一騎打ちかましてほしいところ。どうですか、ちょっと見にくいな。戦車をかました、単発だ。一騎打ち出ないか。死者がお待ちです。また高中、すごい金くれる。やったぜ、1500。だんだん下がってるな。これお金ないのかな。あるじゃんお金、3万、3万持ってんのに。まあいいだろう、いただいとこう。親密まで上がっちゃった。これ一回下げないと、これ親密まで上がっちゃったから金もらわないといけないから。あ、戦車とか食らっちゃってる。よし、両隊捉える。いいですよ、このまま雇ってしまいたい。雇って、うん、登用してしまいたい。で、負を2つ取りましたね。残るは1隣接。これで受信落ちますね。どうした。いやいや、これ攻勢に転じたら結構ね、ポンポンと進みますね。相手が勢力少ないですからね、小勢力。そうそう、もう今のうち叩きたいな。いやいやいや、そうやって調子に乗るとまたね、積むんだ。うん、それが長球だ。よし、出てこない。ここは方行っちゃいましょう。うん、そしてこれ同盟交渉でございますね。刀剣いけるのかい。よーしよしよしよし、同盟成功。親密はね、やっぱりね、同盟しやすいですね。今のところ親密でこだわられたのはないかもしれないです、長球でも。さてさて、ちょっと青鸞入りづらい。出てこないですね。死者はお待ちです。おっとと、甲虫死者いくら。あ、同盟を結ぶ12ヶ月か、微妙だな、微妙だな。一回拒否しよう、これダメだ。もう一回金をよこすとこだから。もう一回金をよこすとこから始めよう。死者がお待ちです。これは長長軍の死者。いやいやいや、返さない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 。これ何回も言う、返さない返さない。すいませんね、しつこいんです。よし、セラン入った、セラン入った。おお、メリメリ減ってく、メリメリ減ってく。2361。いや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 、耐久の問題じゃないよ君。違う違う、そうじゃない。あと4、あ、回復しやがった、上旬か。ご報告いたします。いやでもこれスッとスッと落ちますよ、これも。よし、陥落でございますね。これで蝶々はあと1都市だ。十瞬制圧、うん、何人だ。まず両隊でしょ、両隊だけか、厳しいな。で、中性10下がって90。問いは、来ない。うん、じゃあ、ほりゃ。オートレベル3。割と早いぞ。まあ、都市を落としてるだけは落としてますからね。何度もね、空白地を何度も何度も落としましたからね。お、これは何だ、収穫来た、収穫、収穫。よしよしよし、
采配だ、采配。采配来ましたね。やっとでございますよ。采配誰ですかね。カウンかな、一番いいのは。範囲攻撃ですからね。劉備はまあ回復が強いけど、今のところそんな消耗戦かけられるような状態にはならないんで、まあカウンですね。無難にカウン。現在同盟が東剣、そして孫剣、あと剣がつくの誰かな。剣もういないか。李覚か。うん、もう剣がつくやつはね、同盟しましょう。どんなんだそれむちゃくちゃだな。であと1都市なので、そうですね、またこのままつついてって引き出しましょう。引っ張り出して出てきたところで攻めていくという感じ。まあこれでですね、いいですね、5から高陵というラインもできるんで、これで一周回りましたね。で同盟切れても孫権さん兼業はいいんですかと。これ兼業誰も入ってないで、これゼロゼロですわ。これ人、みんな人が足りないんだよ。うん、というところで次回どうなるでしょうか。今回も最後までご視聴ありがとうございました。